忙しい人のための5分でわかる今月のセガ。はい、ここからですね、5分でわかる今月のセガということで、まあセガにまつわる新情報についての原稿を初見でホノピーに読んでいただくということで、はいはい、もうセガニュー番組始まって1年経ったそうでございます。マジか、早いですね。どうですか、ご自身のそのナレーションスキルっていうのは何の成長もしてないです何の成果も得られてないと何の成果も得られませんでしたあ、悲しいな。あのですね、このコーナーはホノピーが初見で原稿を読んでいくっていうコーナーなんですけど、はい、つまずくんですよ、やっぱり。難しい日本語もありますし、いっぱいね原稿も詰まってるし。でも前回は5分ぴったしで、尺管理はねかなり上達してるんですが、つまずきは前回22回。え、そんなそんな言ったんだ。平均でいう、平均が取られてるのもおもろいけど、 16.8 つまずきが平均だと思うね。じゃあ前回は大幅にアウトだったんだ。そうですね、だからやっぱ10桁乗らないぐらいまで行くと、もうすごい進歩っていうことにはなると。9回ね、じゃあ9回ぐらいが目指して頑張っていただきたいと思います。よっしゃ。お二人も何かこう、それミスってないと思ったらもう全然突っ込んでもらって。あ、まあ、わかりましたビシバシしごいていきたいと思います。でもなんか田口さん今日早口ですね、めっちゃ。今日はね、気分がいい方ですいい方気分がだからちょっとなんか焦っちゃった最初。大丈夫、自分のペースで5分ぴったしをね目指していただければと思います。はい、それでは参りましょう。忙しい人のための5分でわかる今月のセガニューススタート。こんにちは、西村ほのかです。一つ目のニュースです。プロジェクト世界カラフルステージフューチャリング初音ミクミニ色紙コレクション第14弾とアクリルチャームコレクション第8弾がセガ公式オンラインショップセガストアおよび全国のアニメート各店アニメート通販にて8月下旬に発売されます。現在予約受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。めちゃくちゃ調子いいんじゃないですか続いてのニュースです。ちょっとめくれないのでお待ちください。いいですね。アトラスが手掛ける人気シリーズペルソナの体験型イベント、ペルソナ25周年フェスが所沢桜タウンにて7月10日日曜日まで開催中です。本イベントでは1月1日スケール、あー違うか、1分の1スケールのペルソナの立像やパワーバード出ましたね立像や、貴重な開発資源の展示とともにペルソナの歴史を振り返り、その魅力に迫ります。記念すべき25周年を飾るファン、何これ、水だれでいこうのイベントぜひご参加ください続いてです、令和初のゲーム機として話題を呼んだミニハードの決定版ミニニドライブミニがメガドライブミニメガドライブミニがメガドライブミニ2となって復活。10月28日木曜日に発売予定です。メガドライブ2を再現した新デザインでさらなる小型化を実現しつつ大きくパワーアップしました。収録ゲームも一新し、新作前作メガドライブミニの42本を超える50本以上もの人気タイトルをお楽しみいただけます。さらに当時は発売されなかったボーナスタイトルも加わり、遊びきれないボリュームを提供いたします。またメガドライブで CD ロムのゲームが楽しめる拡張パワーアップユニットメガ CD 用タイトルをついに搭載。動画再生や声優による声音声演出などより豪華でボリュームアップしたゲームをお楽しみいただきます。2分経過、崩れてきています。はい、続いて、ソニックの誕生日に合わせた6月23日木曜日にソニックオリジンズが発売。本作はソニックシリーズの限定となったソニックザ・ヘッジホッグ、ソニック CD、ソニックヘザ・ヘッジホッグ2、ソニックザ・ヘッジホッグ3&ナックルズをデジタルリマスターした作品です。16対9の大画面に対応し、ゲームオーバーを気にせずカジュアルに遊べるようになったアニバリーサリーモード。え？アニバー、ないと。アニバーサリーモードやオリジナル版と同じ画面とルールで遊べるクラシックモード、ボスと連続で戦えるボスラッシュ、クリア後に左右反転されたステージに挑戦できるミラーリングモードなど、多彩なゲームモードが用意されています。詳しくは本日のセガキンコーナーにて。3分です。ファンタシースターオンライン2、約3年ぶりとなる オフラインイベントアークスエクスポ2022を7月17日日曜日に東京ビッグサイト東2から3ホール2で開催いたします。本イベントでは、PSO2 10周年を振り返る展示やさまざまなコンテンツを準備予定です。詳細は公式情報番組ニュージェネシスヘッドラインや
特設サイトでご確認ください。3分30秒です。ぷよぷよヘッジ、ぷよぷよソニックザヘッジホッグがサンキューマートとのコラボを実施中。クラシックのイラストやピクセル風など多彩なデザインの限定コラボアイテムはサンキューマート各店舗公式オンラインショップで発売中です。アニメシェンムー・ジ・アニメーションのオリジナル切手セットが予約受付中。シェンムー・ジ・アニメーションのキービジュアルを中心としたフレーム切手にアニメのエンディングシーンの印象的なシーンを切り取った特設大紙に加え、劇中のアイテムをモチーフとした5種のピンズがついたピンズセット、登場人物のシルエットをデザイン登場人物のシルエットをデザインした手ぬぐいがついた手ぬぐいセットを郵便局のネットショップにて限定発売中です。何分ですか？あと40秒。え、あ、いける。突然セガクイズ、このモフモフは誰の触覚だ答えは PSO2 シリーズのラッピーでした。突然ですが突然ですが言葉に関するクイズです。写真は実際にあったメガドライブミニの看板、看板に書かれた言葉は何だったでしょうか？看板に書かれた言葉はセガはいつもかっこいいゲーム機を作るでした。今日はすごい難しい漢字があって読めなかったんですけども、一生懸命頑張って読みました。あと5秒です。超特急のお二人いかがだったでしょうか？西村ほのかのニュースでした。ありがとうございました。おーじゃあ、はい、タイムは5分ぴったしですね。すごい、さすが。どうでした超特急のお二人？僕はドジコ担当なんで何も言えないんですけどこっちの方がやっぱ普段 MC やってますからね。そこそこ厳しいですよ。どうでもちょっと厳しい意見をねいただければ。ちょっと読めました？これ読めます？スイダーですね。水前かなすいません、もうダメです。こっちもすいません、こちらもダメでした。すいません、言えません、何も。すいません、こちらも何も言えません。すいません、今日はホロビーに対して何も言えないね、難しいもんね。いや、よく頑張って、すごいっていう。珍しいんじゃないですか、こう褒められて終わるっていうのはね。はい、さすが。アクリル、ね、チャームとか色紙とか読み慣れてるやつはすごいやっぱ、うん、綺麗でしたよね。シェンムーもシェンムーアニメーションとか選くんですので素晴らしかったと思います。ありがとうございます。まあ20回は噛んでると思いますね。そう、そんな言ってる気しないんだけどどうでした、超特急の2人、ニュース自体は気になるものありました？メガドライブ、うん、ミニ2、あれちょっと気になりますね。あれはまた作ったの？なんか結構、またあれですよね、PR の部分で何が出てくるんだみたいな。あ、そうですね、ちょうどセガの日に発表したんですけど、うん、セガの日の発表までみんな何かを発表するぞっていう状態でみんな楽しみに待っていただいて出たのがこれだったっていう、うん、なんで笑うんですかあれ出たっていう、そうね、出たなんで笑った、作ったカセガみたいなさすがっていう。メガドライブで遊んだことあります？ないです。あ、そっか、ないです。ないの。でも遊んだことない方にも新しくね、こう触れていただく機会になるかも。あ、そうですね。しかもタイトルをまた少しずつ発表してるんですけど、中にはタルルート君とか。おお、でもタルルート君ってあ、そっか、ほとんど誰も来てない。ピントピント、これがジェネレーションギャップ。ジェネレーションギャップなんですタルルート君かわいいですよ。タルルート君、タルルート君のゲームあったんですね。そうなんです。しかもゲームフリークさんが作ってます。え、そうなんですか。そうなんです。ゲームフリークさん、ポケモンさんとかで作ってる。へー、大丈夫ですかここら辺の話でもな、じゃあ本当にそういうのあるんだっていうきっかけにもなるんでね、うん、確かにいろんな新しいゲームに出会えそうですね。ねえ、そうなんですよ。セガがこう、なんでしょうね、こう立体的なゲームとかをこういろんなアプローチをしてたところの、そう、技術の塊の、なんですかね、セガは10年早いって言われたところの、もうまさにその時代のハードを再現してるっていう感じなので、これはなかなか、まあ、手に取っていただきたいね、はい、そういう風になりますけど、リョウゴさんどうですか、気になるニュース。他に何言ってましたか？なるほど。何でしたっけ？そうですよね。最後の方になんかぷよぷよヘッジホッグとか言ってたの。何でしたっけ？ぷよぷよあれですね、サンキューマートさんとのコラボ商品が。かわいいですよ。そう、かわいいんですよ。iPhone ケースいいですね。めっちゃいいですね。いいな。390円です。安っ。え、安っ。そう。1個390円です、全部。本当だ、これは欲しい。いいですね、これは、うん、安っ。で、ぷよぷよとソニックとそれぞれある感じ。かわいい、靴下かわいい。靴下かわいいね。いいじゃない。お近くのサンキューマートさんに足を運んでね、うん、いただければというふうに思います。はい、はい、いろいろお楽しみいただけるタイトルが盛りだくさんとなっておりますので、これからもセガのタイトルにぜひご注目いただきたいなと思います。はい、はい。